どうも、吉本プラモデル部直吉片倉ブリザードです。はい、ということで前回ですね、僕昔のゾイドジェネシスのね、ゾイドのデッドリーコングをね作ったんですよ。でそこのねで買ったおもちゃ屋さんで他にもちょっと売ってまして、それを今日は作りたいなと思うんですけど、こちらです。じゃーん、シャキーン。これわかりますかね、ゾイドフューザーズ。僕多分見てなかったな、これ。ゾイドフューザーズのゴルヘックス。ステゴザウルス型のゴルヘックス。組み立てキットレベル3。パワーゼンマイ。あ、ゼンマイですね。今日はこいつを作っていきたいと思います。はい、それで今ね、ちょっと中開けてみたんですけど、これね、後ろがね、こうなんか絵になってるんですよ。まあ、アニメの時の。こいつのかな？ディド。ディドくんのやつ。今ね、開けたんですけど、見てください、こちら。じゃーん。パーツ自体はそんなに多くない。でも、2000、これ新品なんですよね。2004年だから、見て、ほら。説明書かな、これ、ほら。説明書の色がもう、黄ばんでる。ゼンマイ。え、大丈夫かな本当に。ちょっと待って。あ、全然平気だ。よっしゃ、ね。さあ、それでは、開けて作っていきたいと思います。はい。うわぁ、すごい。年代物。うわぁ、すげえ。2004年って感じ。見て、色が。まずね、このパーツ、胴体かな？これ多分胴体の2つと、あとこれ A パーツね。B。B パーツ。お、C クリア。C ね。C クリア。あと D と E。これだけ。お、少ないね。やっぱゼンマイ。でもこれでも組み立てキットレベル3なの。おっしゃ、じゃあ早速作っていこう。まず。ニッパーを使いますからね。ニッパーを出して、まず A の2を、これだ。二度切りをねして、なんかでも汚ねえな、ちょっとあんまうまく切れなかった。で、これか A1 と A、 もうすでにパイロット入れるの、これ A1。 今ね、頭部を作りってますから、頭部。はい、頭部完成しました。パイロット乗ってます。これをね、お、パイロット、ほら、ここにパイロットがいる。よし、はい、じゃーん、こんな感じ。はい、ここまで完成しました。で次はね、ヒレを作りたいと思います。ヒレ、これだ。B の20。きれG、 よし、作っていくぞ。はい、今ヒレがつきました。すごい。じゃあ次は足だね。足をつけて完成させたいと思います。はい、ということで完成しました。こちらです。じゃーん、いいね、かっこいい。ほら、いいね、ヒレがね、かっこよくついてる。
うん、じゃあちょっとこいつね、ゴルヘックス走らせてみたいと思います。歩かせる、走らせる、ネジなんで動かしてみます。はい、それではこのゴルヘックス走らせてみます。今ネジ巻きました。ゴー、おお、すげえすげえ、ちょっとヒレもちゃんと動いてる。うん、すげえヒレ動いてる。これ今のゾイドワイルドのステゴザウルスのステゴゼーゲ、こいつもヒレ動く。やっぱヒレ動くようにできてんだ。すげえ、ほら進化してね、こうなってるんだな、いろいろ経て。すごい、この上乗りそう。あ、ごめん、ネジがなくなった。ゼンマイ、うん、いいね、かっこいい。どこ行くんだお前は。うん、ほら、このヒレが2つとも動くのがいいね。うん、いいね、かっこいい。はい、ということでね、今日はこのゴルヘックスゾイドフューザーズのね、ゴルヘックスを作りましたけどね、かっこよかった。すごい、2004年のやつでもちゃんと動きましたね。すごい、ネジもちゃんとしてた。ほら、ここにパイロット持ってる。いいね、かっけえ。うん、で皆さんももしどっかね、昔のおもちゃ屋さんとかで見つけたら作ってみてください。かっこいいよね、ここがクリアで。うん、はい、ということで以上、吉本プラモデル部直吉片倉ブリザードでした。チャンネル登録といいねお願いします。